お、組長のとこかな、ここ。クゼの頭おるやん。何やってとかなるんかな。おお、ここまで通してもらえたんや。組を抜けてってことでいいんだな、君。はい、組長に破門のお願いに上がりました。うん、お取り次ぎ願います、クゼの兄貴。さっきまでクゼクゼ言ってたのに。ああ残念だったな。土曜の8時じゃダメだ。親父のお気に入りのテレビの時間なんでな。ひょうきん族だったら、この時代だったら代わりに俺が聞いてやる。てめえ縁故も詰めてねえじゃねえか。手ぶらで組抜けの挨拶とはな、てめえ極度舐めてんのか。ああいかついな。あんたと話に来たわけじゃねえ。おお、あんたって言ってる。組長はどこにいるんだ今。現場で組仕切ってんのはこの俺だ。口の利き方、口の利き方には気をつけろよ。ああ、お、戦うか。いやいや、縁故は詰めねえわ。金も持ってこねえ。挨拶だけで組抜けさせてくださいってか。お、おお、やり返せんのかな。おれ、学生気分で敷居またげろと。極道の世界甘くねえぞ、こら。どないなんねん。よう考え直せや、キー。今なら全部水に流してやる。風間の頭から彼の一粒の情報を聞き出せ。もうそれしかお前に生きる道はねえんだからよ。組長に会わせてもらえませんか。しつこいね。ほら、破門してもらいに来たんす。答えはノーってことか。そうか、じゃあもういいわ。てめえは使い物にならねえってことだな。痛い。お前には俺のそばについてのし上がるチャンスがあった。そいつを蹴らなきゃ死なずに済んだのよ。あ、米田。米田、はい、誰や。消し方考えろ。地味ですけど、山の中で生き埋めが一番だと。薬品でドロドロにして流すってのもありですが。ああ、死体は残せよ。後々こいつの死体が見つかった方がいいんだ。堂島組は身内のしつけには厳しいって方が本家でも評判も上がるって思うよ。ほう、うん、怖いなこいつら、ほんま。いるい。もう切り行くか、そろそろ。あんた、ああ、組を勝手に殺すのか。組長に無断で寝ぼけてんのか。もう親父なんて関係ねえよ。てめえは組抜けたんだろうが。ああ確かにそうだ。その言葉待ってたぜ。お、何、今から行くんか。うい、やろうか。てめえ、
てめえ兄貴分に向かって何しやがる。組抜け、兄貴分だと。組抜けてるからね。もう俺はもうこの組の人間じゃねえ。あんたさっきそう言ったはずだ。かかってくんのはあんたらの勝手だが、うん、こっちも遠慮なく手出させてもらう。よわ。クゼの兄貴。こいつは俺がやらしてもらいます。任せる。好きにしろ。お、クゼ逃げんのかお前。待て。あんたにはまだ話がある。俺にはねえ。どうせお前はここで死ぬんだ。もし生きて俺のとこまで来られたら話ぐらい聞いてやる。なら首洗って待ってろ。ちょっとバトルになれそうですね。ちょっと多いんちゃうわけど。覚悟はいいな。いいですよ。いつでもいいぜ。来い。来い。組、ちょっと多いなけど、お前ちょっと息勝てるかな。行くぞ、おら。おい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 。いやーこのボケ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 。おい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 。なんかわからんけど行くぞ。ボケ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 。こいよ。おい。まだ操作あんまりわからんねんけど、とりあえず行くぞ。おい。まだおる？まだおる？おった、まだおった。お前バット持ってるこいつ。お前もこら。この辺のなんか持たれへんか。何のボタンで持ってんやつ。ああ、分からへんねん。なめんなよ左ハイキック。もう折れへんか。ここ、こっちでいいの。こっちでいいんかな。お、なんかある。タフネス、オッケー。待って、どこ行ったらいいの。ああ、あっち、逆や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 。こっちやね。あれ出られへん。あれ今丸出てなかった。あれ、こっち。お前行かれへん。待てよ、どこ行ったらいいの。これか。違う、これか。おい、これさっきのやつだね。ボコボコにしますね。あれ、終わった。やるやん、よねやん、やるやん。こいよ、こいよ。あ、お前ローキックやったの今。あいえ、4年やん、ごめんな。ボケが。行こうか。お、おるおるおる。ボケが、お前ちょっとわからんかったんけ今。ボケー。おい、まだおるね。お前そんな持ったらあかんやん。おい、おっしゃ、今のチャンス。危ない、下がろ下がろ下がろ。おい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 、オッケー。おい、危ない。いや、
ふざけやがって。この野郎、ボケが。それで倒れたん？オッケー。おいおいや、なめんな、ほら。ここに入れってか。何があんねん、ここに。ちょっと待って、上がってきてたからね。なんもないか。危ない。こいつまだ生きとったんか。こいつお前しつこいな。これここでとどめ刺されんかな。ボコ、あ、やったな、お前。ほい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 。あー、はい、今度そっちに蹴って。うぜー、倒れへんな。あれやな、ちゃうね。あ、なんかある。はい、進みますね。ん？あ、おらおら、そこおる、そこおる。おい、クズ、早く出てこいよ。クズは出てこんのかな。はい、非常階段からいいね、こういうの。おい、出てこい、出てこい、出てこい、ほら。あ、終わった？あ、終わってないか。あ、やったるわ。オッケー。今の俺は熱いぞ。どんどん上に行きましょうか。はい、はい、はい。あ、ここやね。塞がれてる、塞がれてる。む、ダイブすんの？何？ふんふん。ジャンプ、待って、え、どうやって行くの？飛ぶ。なんかボタン押すんだ。おい、お前ら正面だ。お前どこから、何がさ、お野郎は。行くぞ、ほら。ほい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 、なめんなよ、ほら、お前。イエーイ。左ハイキック。こいつガード固めてるやつだ。これがいいね。ほい、お前マジ死んでなかったんか、ほら。はい、ほら、マトリックスじゃん。はいはいはい。ああ、そうだ、やったな、お前。そんな危ないおもちゃ持ってたらあかんぞ。はい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 。このボケ、はいはいはい。ああ、ちょっとやったな、これ、お前。うい、これしつこいからね。はい、落ちろ、お前は。キリウも落ちそうになってるよ。ちょっと行きましょうか。お、なんか落ちてる。あ、アイテムやね。はーい、オッケー。こういうところ悪いですね。7も結構ね、落ちてくれてたんで。こっち行くのかな。クゼさんよ、どこにいるんでっか。おるやん。派手な短歌切るだけあって、なかなかやるな、おめえさんも。風間の頭もいいガキをスカウトしたもんだ。俺がまだボクシングやってた頃に。あ、やってたんや。
おめえと会ってたがプロモーターになりたいぐらいだ。クゼ、口が利かなくなる前に吐け。もう上から目線やな。空の一粒の真犯人は誰なんだ。どこに隠してる。ガキが調子に乗りやがって。さあなるわな、こんな口の利き方されたら。脱ぐなこのゲームは。サシでやるとき絶対脱ぐな。下にいた役立たずどものせいで勘違いさせてまったらしいが、堂島を甘く見るなよキリ。おお、さすが元ボクサー。お前はもうこの手で直接やらねえと気が済まねえ。ああ喧嘩なるね。いつまで脳がきたるてんだ。起きるよ。脱がない。さっさとかかってこい。ああ、かかってこねえならこっちから行くぜ。多分強いやろうね。ちょっと待って、相手はボクサーや。ほい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 。あの、こういうガードしたくがキッキリなんですよね。ほい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 。ああ、おら、いいぞいいぞいいぞ。ボクシングやってると強いですからね。蹴りや、ガード固めた蹴りや。うい、あ、やべ、うい、あー、くそ、ジャブから来たね。まあ、うちの兄貴もボクシングやってたんですけどね、やっぱりその腕っぷしには自信 ありましたからね。めっちゃ悪用者はダメですけどね、強いから、まあ、うちの兄は思いっきり装置系なんですけど、ボケほんまに。ういー、お前、うわ、レバー落ち、うまいうまい、キリ今のうまいぞ。ほいほいほい、あかん、キリやキリキリ、おら、いった。あーやべ、飲め、あーごめん、ちょっと待て待て待てよ、待てよ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 、ちょっと下がらせろ、ちょっと回復しますね。こいよ、うまいうまいうまい、こいつ、ほいほいほい、ドーン、タメパンチ。あ、タメより連打の方がいいね。いやー、あー、強いぞこいつ、ちょっと強いぞ。一回下がろうか。下がって、やっぱり下に、下に、あー、ちょっと待てよ、来いよ。これチンペラじゃ、チンペラの方がいいんか悪いんか分からんけど、くんな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 、ほい、いえー、いや、ほんまチンペラや。あ、俺今までラッシュスタイルでやってたからこれが出えへんかったんか。パチッどっちがいいやろうな、チンピラか。あ、こっちも結構いいね。にゃー、柔道技チンピラやな。まあ、けど逆に格闘技やってるとこういう素人っぽい戦い方の方がいいかもわからないですね。ほいほいほい、格闘技やったやつ分かりますからね。格闘技、あの素人のパンチが分かり、お、あ、起きろー、キリ起きろー、にゃー、
ういいやいいやいいや、こんな大ボリに当たらんけど絶対パチキで買ったんか、クゼさんよ。キリュウやるでええわ。いわ強かった。お、なんか来たぞ。お、竹内力。兄弟、手貸せ。このがしばしる。どうなんねやろ。あ、ね、おやさんかこれ。旅履いてるから。これ、おやさん？おやじ。道島、組長。大悟の親父かな、これ。タイマン張ってたんじゃねえのか、クズ。道島の若頭補佐ともあろうもんが、みっともねえ恥さらしやがる。いやね、風間の器にはほど遠いな。でも親父、その頭が拾ってきたガキがこいつです。キリュウ風間です。お前取り立てで相手ぶっ殺しちまったそうだな。湧いちゃうで。湧いバカな真似しやがって。はめられたん、はめられたんやわ、ほんまに。組長にお願いに上がりました。俺は誓って殺しはやってません。ですが疑いがかかってる以上、うん、組に迷惑をかけられません。だから俺を破門にしてください。虫がいいこと言ってんじゃねえぞ、バカ野郎。おやじ、こいつは俺がきっちりけじめつけます。これ以上おやじに迷惑かけませんから。お前肩毛に手かけんのか。もう切る肩毛やもんな。キリュウはお前の裁量で組抜けさせたんじゃなかったのか。そんなこと、いや俺はしてません。親父に向かって嘘はよくねえな。兄弟、こうなら敵やな、みんな。あわの、俺もはっきり聞きました。キリュウはもう組を抜けた人間だ。それを殺すのに親父の許しはいらない。そう言ってましたよね、クゼの兄貴。てめえら、クゼ、これ以上無様さらす気か。どうすんねん。なんやな、指詰めろやとかなるんかな。うわ、さあ兄弟、クゼ剣の会の人間なら作法は知っていますよね。うんうんうん、兄貴の好きなけじめです。男見せてください。キリュウも見てるやん。ああ、そんなそんなしゃんでええぞ。ああ、もう見やんとこ。こんなん嫌いなんだ。いや、見たくないわ。見てたまるか。もうやめとけやめとけ、そんなすんの。ああ、絶対そんなしゃあかんで。誰も得せんわ。そんなしゃあんでええ、こんな。
んでそんなんすんだろうな。うちの若頭補佐が一度口にしたことだ。うん。桐生一馬、今日限り堂島組を破門とする。堂島組長。おお、ちゃんと頭下げた。ありがとうございます桐生。ここまで苦労して組を抜けたかった理由は何なんだ。俺と風間のおやっさんの身の潔白を明らかにするためです。おお。今回の一件、俺は殺しをやってません。風間のおやっさんも全く関わりありません。ですが、あの一つもで俺が金を取り立てた男が死に、組に迷惑かけちまったのは事実です。俺は組抜けて責任取らせてもらいます。うん。ですからどうか風間の親父のことだけは。さあ飯でも食うか。うん、どっちやねん。はい。堂島組長、お前が組抜けて取れる責任ってのは何だ。それは絶対に俺が、あの一粒で男を殺した犯人を捕まえます。それで俺と風間のおやっさんの身の潔白を。そうか、その必要はない。でも犯人を。犯人、そんなのはサツが勝手に探す。お前はもう仇だ。それじゃけじめがつきません。けじめ、だからてめえは仇だろうが。今さらごちゃごちゃうるせえんだ。お前は自分の不手際があると認めるところはあるんだろう。はい。少なくとも自分があの場所で追い込みかけなければ、うん、ひょっとしたらこんなことには。まっとうに生きろ。だから破門を申し出た。そうです。安心しろ、けじめならきっちり取ってもらうさ。え、風間が拾ってきたガキ、桐生、お前の不手際であの土地に手が出しづらくなっちまった。その責任は風間に取ってもらう。お前もさっきまで極道だったんだ。この理屈はわかるだろう。堂島組長、極道は一度身引いたらしまいだ。お前は仇として幸せになる道でも探すんだな。どうすればいいんだ。お前な、いまいちわからんあれやったな。じゃあ俺はどうすればいいんだ。午後11時28分。おお、切る。雨に打たれてる。お、前に人おるぞ。傘持ってる。誰？立てますか？謎の男。このままだと風邪をひいてしまいますよ。誰やろ？私は立花と申します。立花、あなたが今置かれている状況は全て承知しています。私は
あなたと会うこの時をずっと前から待っていたんです。へえ。誰やお前。少しだけ話聞いていただけませんか。桐生一馬さん。誰やお前。